人を自分とオレンジだと思ったこと、泣きたい時に我慢したこと、自分の心をいじめたこと、身近な人を悲しませたこと、大切な人を傷つけたこと。夜中にいきなりさ取り出してくれたけど、君にはもう3年以上放置されていたんだよな。あの頃僕たちはさずっと一緒だと思ってた。いつでも僕の定位置化粧台のど真ん中で、でも見てよ今の僕を、埃りだらけの僕を、箱にしまわれて鍵かけられて、その上押し入れ入れれて